そびえ立つ夏雲のように胸の高まりを抑えきれずに私を導く新たな世界がほら背中を押すのを感じた行かないそうもなかった夢よ諦めそうになった日々を変えてゆけると信じてたあの日のこと手繰り寄せて いくつも行くのさここならやっぱ大勢で賑やかに冒険するのが一番楽しいな取れたこれってライザさんに持っていけば使ったりするのかしらあったこれこれなんだこいつらかよ連続よ。おりゃ。そこ。せ。ふ。正解。伸びる。そこ。は。おりゃ。せ。ふ。正解。連続よ。ライザ。そこ。行けるか。ください。立つ。中は任せろ。大丈夫。そこ。おりゃ。剣の腕を見せろ燃やし尽くせしびれやがれ吹き飛びなさいそこおりゃすごいでほらよエゴするよ正解連続よいけるか冷たいよほらよ任せるライザいけるか連続よどうだそのおりゃ一気に飛びなさい問題なしよただの石なんだけど本当にこれが材料になるのかしら よいしょこれライザが喜びそうかもそこ任せてくださいそこそこ
届いて熱きカトリッチの援護し剣の腕を見せろ。大丈夫か。無理しない。アティ剣の腕を見せろ。大丈夫か。連続よ。ほらよ。行け、飛びなさい。そこ、セーター、連続よ。どうだ、伸びろ、冷たいよ。行け、まだまだ。ほらよ。楽勝、楽勝。さあ、早く進もう。もっともっと強くなるぞ。実戦で得た経験、無駄にはしないわ。余裕余裕。はっ、おりゃ。セーター、連続よ。ここ。セーター、連続よ。ここ。連射。任せてください。アディ、剣の腕を見せろ。そこ。やっ。は。届いた。熱き剣。受け。剣の腕を見せろ。もらうぜ、お前の力。行き飛びなさい。援護するよ。そこ、セーター、連続よ。どうだ、伸びろ。楽勝、楽勝。さあ、早く進もう。まだまだ強くなれそうだぜ。珍しいものかも。取れた。書いてあるのかはさっぱりだな。すごい、古代の文字が書かれた石板がこんなにいっぱい無造作に落ちてるなんて。たく、見た目はすげえ変わっても中身は昔と変わってねえな。そうだね、こうしてると昔のタオくんそのままだよ。ねえタオ、この石板には何て書いてあるの？さあ、僕に聞かれてもさっぱりだよ。読めるから喜んでたんじゃないんですか？え？読めないからいいんじゃないか。解読する楽しみがあるんだし。本当は何が書いてあるのか楽しみだな。早く解読してみたいよ。本当。タオはいつでもタオだね。ええ、いつでもどこでも呆れるくらい夢にまっすぐな人です。
とりゃー、あれうちの対象だとかなり高値で取引されてるものだよ。これは水槽？何を貯めてたんだろう。もしかするとここでは魔力に関する研究がされていたのかもしれない。かすかに残ってる結晶体から魔力を感じるの。自然のものとは明らかに違う高純度のものが。なんでそんなことを。よーいしょ、これ使えそう。お、これいいんじゃね。ワクワクするね。連続よ。伸びろ。セーター。
連続よ。そこ任せてください。そこ伸びる。届いて。剣を取り継ぐ。アティ、剣の腕を見せろ。大丈夫。はっ、おや、アティ、剣の腕を見せ、伸びろ。届いて。熱き剣撃つ。援護するよ。はっ、そこ、おや、一気に行くわ。問題なしよ。これも作り物かな。そうみたいだな。ただ単なる飾りとして片付けるには異彩を放ちすぎてる気もするがな。外の骨もそうだったけど、竜に何か思い入れがあったのかな。家の中や外に動物の像を守り神として置く地域があるらしい。もしかして昔の奴らは竜を守り神として扱っていたとは考えられないか。守り神、確かにこれだけ大きくて迫力のあるものなら十分守り神になりそうだけど、でもそうだとすると何から何を守ってほしくてこんなすごく精巧な像を作ったのかな。わからんが、それだけ恐れていたものがいた、もしくはあったのは確かだろうな。大丈夫か？うん、あれ、私どうして、うわ、ああ、やっと目を覚ましたか。もう大丈夫なようだね。え、ここってさっきまでいた、なんだかさっきと雰囲気が、うん、それより、あの、私のこと見えるの？わかる？何を言ってるんだ？やっぱり頭でもぶつけたか？やっぱりそうだ、私を認識できてる。それにクラウディアやタオたちもいない。これって、なんだろう、夢の世界みたいな。夢でもなんでもいいや。遺跡の先に進むヒントがあるかもしれないし、調べてみよう。
上には危ないから行かない方がいいよ。え？心臓より上は特に危険だからね。僕たちも滅多に行かないんだ。心臓って、あれは確か私たちが見たのは動いてなかったのに。そんなはずないよ。僕の知る限り竜の心臓はずっと動き続けているからね。ねえ、その竜の心臓っていうのは何なの？ここの動力源のようなものだよ。巨竜の血を燃料にして竜の心臓が動くことで竜骨谷を守ってくれているのさ。つまり竜の心臓を動かすには巨竜の血が必要ってことか。だんだん分かってきたかも。あれ？なんだろうこれ。これって骨？ん？あそこ道なんかあったっけ？これで我々にできることはやった。だが本当にいいのか。このままでは魔力のバランスが崩れてこの土地から緑が消えることになるんだぞ。バランスならばすでに崩れている。あの化け物どもがこの世界に出現した時点で魔力の流れの乱れは始まっていたんだ。我々が魔力を吸い上げて送る前からこの土地の未来は決まっていたんだ。この地が緑を保っていられるのはあとどれくらいだ？すでに崩壊は始まっている。季節が巡る頃には荒れた大地へと変わっているだろう。そうか、ここが荒野だったのってこの遺跡が魔力を吸い上げたからなんだ。でも送るっていうのはどういう。あれ、ライザ、ライザ、ライザ、よかった、目を覚ましてくれて。私どうしたの？そりゃこっちのセリフだ。お嬢ちゃん急にぶっ倒れちまったんだぜ。おい、マジで大丈夫なのか？体調悪いなら無理すんじゃねえぞ。うん、それは大丈夫なんだけど、なんだか変な夢を。あれ？これって夢で拾った骨？ライザ、本当に大丈夫？うん、それより私、見たんだ。
竜の心臓が正常に動いてた頃を。多分大昔のこの遺跡の記憶だと思う。竜の心臓？それって道中にあったあの心臓みたいなもののことですか？うん、あれはこの遺跡のまさに心臓なの。あれが動かなくちゃここの仕掛けは動かない。それを動かすには巨竜の血？え？うん、そうなの。竜の心臓を動かすには巨竜の血が必要らしいんだけど。どうしてセリさんがそのことを？ライザが倒れたから寝言をいろいろ言っていた。気になった言葉を覚えておいただけよ。そういえば道がどうとかも言ってたよね。そう、道を見つけたの。あの竜の頭骨の奥、道になってるはずだよ。ちょっと待ってくれよライザ。今の話って全部ライザの夢の中のことだろ？もしかしたらただの夢かもしれないのに、それを信じて行動して大丈夫なのかよ。でも今はそれしか頼れるものがないんだ。とにかくまずは巨竜の血を用意しなくちゃ。用意って言ってもそんなの作れるの？多分ね。けどそのためにはまだ情報が足りないの。だからもう少しだけ遺跡の中を調べてみよう。どこに行くの？よし、行くぞ。タオ、何か新しいこと分かりそう？うん、順調だよ。この前の調査が役に立ってるよ。この前調べたのってただの壁だったよね。あんなので何が分かるの？それはね。おい、いるか？入るぞ。あれ、珍しいね。どうしたの？やっぱりここだったか。タオ、また本を預かってきたぞ。いつもありがとう。自分で行かなきゃいけないのは分かってるんだけど。3年間そう思い続けて行動に移せないってんならやる気がないってことだ。それで遺跡の調査の方は順調なのか？うん、順調なんじゃないかな。この前もタオがいろいろと調べてたし。うん、すごかったんだよ。特にこの前調べた遺跡の壁とかさ。あ、それ私も聞きたかった。あれから何が分かったの？建築技術の技法の一つだよ。大きい壁にしか見えなかったけど、あれは遺跡全体を支える柱としての役割があったんだ。そうだったんだ。てっきりもっと他のことが分かったのかと思ってた。そういえばこの前も建築技術がどうのと俺に話していたが、どういうことなの？実はさ、タオのご先祖様も遺跡の建築技術について調べてたことが分かったの。そうそう。でも今回の真実はご先祖様も。タオ、それは違うだろ。違うって何が？お前が遺跡の調査をしている理由はあの時代の文明を調査するためじゃないのか？なのにいつから建築技術中心になったんだ？おかしいだろう。いや、おかしくはないさ。だってそれを知ることも文化を明らかにするには重要じゃないとまでは言わんが、今のお前はそのことばかりに傾倒していないか？それは本当にお前がやりたかったことなのか？
そんな、建築のことばかりじゃないって。他のこともちゃんと考えてるし、調べても。ライザー、その本を見てみろ。現代建築技法って、タオが借りたのって建築の本だったの？ごめん、白状するよ。僕はあの時代の文化を調べるのと同時に、ご先祖様のことも調べたかったんだ。そうすれば僕自身のルーツについてもわかると思ったから。だったら言ってくれればよかったのに。断られると思ったから言わなかったの？まさか、ライザなら絶対手伝ってくれる。それを疑ったりなんかしないよ。でもなんでかな、はっきり言えなくって。それだけじゃないからだろう。どういうこと？お前、自分の先祖に負けたくなかったんだろ。お前の先祖が途中で投げた謎、それを子孫のお前が解明したかったんじゃないのか。だいたい先祖が島の整備をしてたことを知った3年前の時点でルーツ探しは貫通してるだろう。これ以上先祖の何を知りたいんだ。ライザたちを巻き込んでまで調べる価値があるのか。ボス、私のことはいいから、もうその辺で許してあげて。まあいいさ。夢中になると周りが見えなくなる。それがお前のいいところであり悪いところだ。今の自分がどちらなのかは自分で判断しろ。俺には関係のないことだからな。周りが見えなくなるか。確かにボスの言った通りだ。ごめんライザ、僕なんか暴走しちゃってたよね。怒ってはいないよ。気持ちは分からなくもないしさ。ありがとう。でもちょっと頭を冷やすよ。少し一人にしてあげた方がいいよね。ライザー、いるか？よーフィー、出迎えご苦労さん。いらっしゃいレント。どうしたの？そのなんだ、フィーの様子が気になってな。へえ、レントも心配してくれたんだ。当たり前だろ、お前俺を何だと思ってるんだ。冗談よ冗談。レントが優しいのは私たちが一番知ってるんだから。お前な。よう、レント、お前も来てたのか。お邪魔するわ、ライザ。いらっしゃい、クリフォードさん、セリさん。もしかしてクリフォードさんたちも？そういうことだ。フィーが元気じゃないと俺たちも気がめいるからな。はい、ライザ。聞くかわからないけど、体にいい植物を集めてみたわ。ありがとう、セリさん。
礼なんていい。私もフィーには元気でいてほしいから。フィーフィーフィー元気なやつだな。あんまりはしゃいで倒れたりするんじゃねえぞ。実際フィーの調子はどうなんだ。前ほどじゃないけど今のところは元気だよ。みんなとおしゃべりしてるときは特にね。そうか、俺たちも少しは役に立ててるんだな。必要なものがあれば言ってくれよ。そしたら何だって探してきてやるからよ。私もフィーが元気になる植物をもっと探してみるわ。ありがとうみんな。私もフィーが元気でいられるように頑張るよ。フィーフィー嬉しいねフィー。フィーのことみんな心配してくれてるんだよ。みんなの気持ちに応えるためにも頑張らないとね。向かうつもり。おう、どこ。ゴースいるかな。見かけたら声かけてみようね。どんな依頼がある？これならすぐに報告。よろしくね。これならすぐに報告できそう。すぐに報告できるね。どこに行くの？よーし、行く。何にしようかな。どこに行こうかな。ここならの。かすかな魔力が、あちこちに残ってる。どこに行こうかな。ここならのんびり行けそう。おう、どこに行く。よーし。何作っちゃおうかな。
どこか行きて。露店がいっぱいだね。ちょっとブラブラ見てみよっか。ロミーさんのお店開発ね。
これでいい？ありがとう。用事がなくても遊びに来てね。どうしちゃおっかな。